アルランディス、プルル、レン、ボタン、キサラギ、レンいるので、はい、やっぱ JP がね少し弱体化をもらってるので、少しじゃないよ立川さん、どれくらい受けるかって感じですか、はい、全然少しじゃないよ、準備はよろしいですか、はい、JP が少しなら他のキャラどうなってんだよ、でおお。おい、漢字わかんなかったんじゃねえか、無理だった、ガチャッとすげえ、おおおおおお、なるほど、レンキュンだけ選択されてないぞ、やっぱ JP 弱体化されちゃったから、やっぱ JP 弱体化されたかったら用なしだもん、でしょ、そういう世界なんだ、中堅、いやこれ超ありけんっすよ、まずキャラの有利がやばいもん、ゼロスト、あでもホンダきついんだっけ、そういや、いやフトモンちゃん無理っしょ、ダルはきついよ、リュウ、リュウがきつい、かつ MR 差がやばい、ありけん MR2000 ぐらいでしょ、このメンズで時報ってどんだけレベル高い、いやレベル高いね、でもおぼさんかありけんさんだと思うな、勝ち勝つの、指名の選手を、さあ釈迦さんから見ていきましょう、フトンちゃん、そして新さんはおぼゼロストとしてありますね、おーあれ、あらありけんゼロスト、え嘘、読者さんがフトンちゃんと書いて、そうですね、まあ彼とは同い年ということもあって、まあ今までかなりいがみ合ってきたんですけどまあ彼も MR1700 行ったってことで、そろそろちょっと引き込んでみるかっていう、うん、そんな感じですね、なるほど、なるほど、あなたの時報で彼中堅です確かに、いやまあ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 、まあ、確かに吉田さん時報、まあ、まあ、あんまりあれだな時報と中堅は別にね、同じぐらいだから、そう、まあ、それもまた一つの形ですよね、かなりのメンツが出揃いましたね、そうですね、やっぱりこの中で一番の注目は、はい、格ゲー歴が本当に長いコックなんじゃないですかね、僕なんかバカにしてない、今なんかバカにしたよな、立川さんコックにいること、今バカにしたよね、僕はコックを信じますよ、やっぱり、いやでも、はい、でもコックが最強だから今、前回大会コック全勝だから、MR2000 オーバー、コックは吉田間に負けた、いやコックはお坊さんに負けたし、俺もお坊さんに負けたから、ストリーマー最強はお坊さんだよ、書き終えましたでしょうか、あのお坊さんがトップティア、参ります、フリップオープン、おお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 おさあ、え誰？誰だっけ吉生チーム？あ、ゼロスト。あのね、国を舐めてます。あ、レンケンもいる。あ、マジ？あ、いいじゃん。キャラ対したら強いです。キャラ対したら強い。キャラ対しなかったら強くないみたいな今言い方知ってなかった。ね、今釈迦さんさ、国人のことをキャラ対しなかったらそんな強くないっていう言い方してるね。強いんだよ俺。釈迦さん、タイジさんを。はい、セロスさんが選ばれてないんだな。なんか出てこなかったのマジ意外なんですけど、ね、まあ、彼結構強い強い言われてますけど、うん、なんだろう、彼の一番強いところは大舞台でもあまり緊張しないところなんですよね。自分の動きを常にできる人なんで。なんか笑ってしまうわ、なんか考えてる。めちゃくちゃ考えて発言してるぞ。レンキュンゼロスと吉生か今確定してる。めっちゃいいじゃん、いいチームじゃん。え、自分ゼロストさん味方でやるの初めてだろ、連休もだけど、どれなんですか、いやもう連休に、J はい、JP 教えるわ、はい、俺の JP の全てを教えて、強さという今後ストリーマー JP スカイは連休に名乗ってもらおう、このキャラがいいっていうところもね、果樹が結構鉄板な気がするな、釈迦さんが孫さん取ると予想する、ちょっと待った、ちょっと待った、はいはい、いや釈迦さん孫さんかナルオさんでも悩んでると思う、はい、いや、フリップで見えないようにね、フリップオープン、おお分かれた、すげえ、そしてシンジさんがナルオ、え吉野さんがお、すごい、どうですか、ハイタリ先生、うそ、ストレート、ナルオさんがゲテモノチームのゲテモノの一員とされるのかわいそうだ、すげえいいプレイヤーなの、わかんない、まあ、彼はまあ僕の
あの、まあ、初代師匠、初代師匠、初代師匠、失礼じゃない、まあ、こういったあの大きなプレー、大きな大会でプレーした、一緒にプレーしたことないっていうのもありで、はい、まあ、ちょっとただ彼あの結構モダンの父って呼ばれてる割には、はい、最近クラシックチューニーを使うっていう、まあ、俗に言うクラシック落ちなるものをしてしまって、あ、なるほどなるほど、まあ、そこだけは懸念点ではあるんですけど、はい、まあ、やってくれるでしょうと思ってハイダイ先生選ばせていただきました。なるほど、リーダー権限で M でいけっていうのもあるんじゃないですか。まあ、それも最初視野ですね。やっぱコマンドはワンボタンに出さないといけないですよ。でもキャラは強いからな。そうですね、チーム含めて、なんか男性チームだな。楽しそうっすね、なんか楽しそうな、なんか親父臭いチームだな、ここ。なかなか居酒屋とかでいそうなチームじゃん、これ。確かに確かに、はい、結構楽しそうですね、重いな、なんか。なんだろう、だからおっさんしかいねえじゃん、はい、いいチーム、いいチーム。おっさん5人じゃねえか、これ。確かに、見るの。いや、このチームやべえ、マジで。かなりいいんじゃないですか。まあ、結構ガヤガヤめで。え、マジ先方し、いやだ、大将はね、道のりがやばいな、このチーム。あとキャラっすよね、キャラ。キャラいいね。ゲテモノゾロ。リリー、ホンダ、ブランカ、ザンギでしょ。やばいんだけど。まあ、されるとは思いますね、やっぱりその、まあ、その層には、うん、大丈夫。そうですね、一定層の、うん、そうですね、マイナーキャラが。コアなフォン、いいコンセプトだな。本番優勝したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。感想伺いたいと思います。俺らも強くね、結構。このチーム見てびっくりしちゃったんですけど、はい、相当強いですね。相当そうですね。いや、でも中堅に、ね、変なの混ざってますけど。ちょっと混ざっちゃってるのもあるんですけど。確定しないんかい。一番王道なんじゃないか。いや、俺ゼロストが覚醒したらマジで勝てるぞ。かなりバラバラ。逆にゼロストさん以外結構勝てそうだけどね。そんなこともない。いや、レンさんは勝てるようにできる。いや、かなりあのみんな僕大きな大会一緒に出たことない人たちなんですよ。はいはい、そういった面で楽しみですね、この絡むのが。確かに。以上です。シナジーは未知数ということで楽しみですね、はい。ありがとうございます。さあ続いてチームドンピシャメンバーから的にね、皆さんに感想を伺いましょう。え、これマジ強くないですか。これやばいな。アリケンカズノコがやばいわ。アミヤシエド、ダルシムジュリーでガイルと、うん、いや相当いいメンツになったんじゃないかなと思います。うん、いや勝ちに行きます。ありがとうございます。これ、はい、対象以外全部外れてるからな、ドンさん。上からいるっていう感じ。先方同士、次方同士、中堅同士と4名の総当たり戦を、実施していくということで、前半戦は、こちら個人戦という形になるんですかね。はい。そして大会の後半戦は総当たり戦の成績で上位2チームと下位2チームに分かれて、楽天ポイント使うの？楽天で使ってるの？3位決定戦、上位2チームは決勝戦を実施させていただきます。ちなみに最強チームが俺の今の楽天ポイントをお見逃しなく165,000。当日会場ではさまざまなコンテンツをご用意しております。まずは来場者特典としまして165,000ポイント、これに100万上乗せされるのか、勝ったらランダムで差し上げます。人気だった、いやでも、ね、なんとなくなんか吉永さんが俺を取るんじゃないかってなんとなくあったような、なんか会場にお越しの際はお立ち寄りください。